ハリケーン・アンドリューは1992年にアメリカ合衆国に大きな被害をもたらしたハリケーン。上陸時にもカテゴリー5に分類される強い勢力を誇った。1992年のハリケーンシーズンの中で最初に命名されたハリケーンでもある。アンドリューはバハマ北西部、続いてフロリダ州南部のマイアミ、ルイジアナ州南西部のモーガンシティを襲った。 フロリダ州南部を中心に265億ドルの経済被害を生じた。上陸時の気圧はアメリカ史上4番目に低い値を示し、経済損失は2005年にハリケーンカトリーナに抜かれるまでアメリカ史上最大であった。死者は65人。なおこの年にはカテゴリー4のハリケーンイニキがハワイ州を襲っている。8月14日、 変頭風によるトロピカルウェーブがアフリカ沖から離れ、気圧の尾根の影響を受けて、トロピカルウェーブはすぐに西向きとなる。大流域はトロピカルウェーブの軸に沿ってカーボベルデの南へ進んだ。8月15日には気象学者がドボルザークテクニックを用いて解析を始めた。内部活動はより局所的になり、過剰の降雨帯も発達した。 8月16日には、バルバドスの東南東2 6 0 0トルの場所にあったと推定されている。進路図始めは変頭風に乗って、時速3 3トルで西北西に進んでいた。8月17日、トロピカルストームアンドリューと定義されたが、まだ乱気流の影響で発達は抑えられていた。8月18日になると局所性を保ったまま、中心付近の風速は、 秒速24メートルにに発達しその高震度を北西変える8月19日には航空観測も行われており、8月20日には航空高度において風速秒速36メートルを維持していることを明らかにした。気圧の谷やアメリカ南東部に位置した高気圧の影響でアンドリューは再び震動を西に変える。8月22日早くに アンドリューに目が生まれ、バハマのナス層の東南東 1040km の場所でハリケーンの状態になった。アンドリューがハリケーンになって6時間後、フロリダ州のジュピターに秒速45メートルの風を伴って上陸するとの予想が出された。その後急激に発達し、24時間で気圧は47ヘクトパスカルも低下して、8月22日遅くには、 8月23日には、サファシンプソンハリケーンスケールで、カテゴリー5に分類された。同日18時には、バハマのエルーセラ島付近で、風速は、秒速78メートルに達した。しかし、ハリケーンの大きさは、むしろ小さく、風速秒速35メートル以上の範囲は、中心から半径150キロメートル以内であった。その後、アンドリューは、バハマ隊で勢力を弱め、 8月24日1時には中心付近の風速秒速67メートルの勢力でベリー諸島に直撃した。しかし、フロリダ海峡を流れるメキシコ湾流で再び勢力を強め、風速秒速75メートル、中心気圧926ヘクトパスカルの勢力でフロリダキーズを通過。その25分後に風速秒速67メートルでフロリダ本土に初上陸した。 フロリダ上陸後は、幾分勢力を弱めたものの目ははっきりと確認できる状態だった。フロリダ半島を4時間で横断し、風速秒速60メートルの勢力でメキシコ湾に入った。ここで、再び勢力を強め、8月25日遅くには、風速秒速65メートルとなった。8月26日8時30分には、ルイジアーナ州モーガンシティの西30キロメートルの、 地点に再上陸した。その後は進路を北から東北に変え、急速に勢力を弱めて10時間後にトロピカルストームに変わった。ミシシッピ州に入るとさらに勢力は弱まり、8月27日早くトロピカルディプレッションになった。8月28日昼頃にはアパラチア山脈に至り、熱帯低気圧の条件を満たさなくなった。アンドリューは カテゴリー後の状態でバハマを通過した。エレーセラ島では、景気が壊れる前に、秒速62メートルの風速を記録している。また道東では7メートルの高潮を観測している。バハマでは4人が、死亡2.5億メートルの被害が生じた。フロリダ州における、被害竜巻研究の権威である、藤田哲也は、マイアミ南部のホームステッドの被害状況を調査した際、際 単に一方向から吹き続ける風というよりも竜巻のような風の渦によって大きな被害がもたらされたと結論付けた。また、フロリダ州では最大5.2メートルの高潮を生じた。ただしアンドリューは移動速度が速かったため、降水はフロリダ州南東部に限られた。多くのハリケーンと異なり、フロリダは暴風によって被害が拡大した。 フロリダ州の農業被害額は10.4億米ドルである。フロリダ州南部のマイアミレード郡では90%の家屋で屋根が損壊し、11万7000戸が全壊ないし、大きな損壊を受けた。ターキーポイント原子力発電所では、貯水タンクや煙突を中心に9000万米ドルの被害が生じた。ただし、原子炉建屋は、 風速秒速115メートルの風にも耐えられるように建てられていたため被害はなかった。アメリカ空軍のホームステッド参謀空軍基地はアンドリューの上陸地点に近かったこともあり完全閉鎖に追い込まれた。後に一部復旧し予備の基地として利用されているが航空機と隊員はイタリアのアビアーの空軍基地に移された。9月6日に ジョーロビー・スタジアムで行われる予定だった NFL のマイアミドルフィンズ対ニューイングランドペトリオッツの試合は延期された。上陸時にカテゴリー5の強さだったのは20世紀のアメリカにおいて1935年のレイバーデイハリケーンと1969年のハリケーン・カミール、そしてアンドリューの3つのみであるハリケーンは頭文字が A から順にアルファベット順に命名される。 ABCDEA ドラパポートハリケーンアンドリュープレリミナリーレポートナショナルハリケーンセンター2007年8月27日閲覧ラパポートトロピカルストームアンドリューディスカッション5ナショナルハリケーンセンター2007年8月27日閲覧ローレンストロピカルストームアンドリューディスカッション13 ナショナルハリケーンセンター、2007年8月27日、閲覧。ABCD クリストファー・ランドシー、イアル・エイリ、アナリシス・ソーブ・ハリケーン・アンドリュー、S ・インテンシティ。アメリカン・ミティラロジェクル・ソサイティ、2007年8月28日、閲覧。クリス・ランドシー、アーントビック・トロピカル・サイクロンズ・オルソー・インテンス、トロピカル・サイクロンズ。ハリケーン・リサーチ・ディビジョン。 2007年8月28日閲覧。ルイジアナハリケーンヒストリー、レート 20th c e n t u r ハットエビー・ジョン・エム・ウィリアムズ、イベール・ W. デュエデル・イフレット・ドーリング、フロリダハリケーンズントロピカル・ストームズ、ユニバーシティ・プレス・オブ・フロリダ、ISBN 081302417、X ハット、ザ・グレイテスト、マイアミ・ドルフィンズ・チームズ・オブ・オール・タイム。 bleacherreport.com 2010年9月12日閲覧ありがとうございます。